バイオイオンダスリー協会の穴澤でございます私どもバイオインダストリー協会の活動につきましては本日お渡しいたしました資料の中にですね2010年のアクティビティレポートというものが入っておりますのでそれをご参照いただければと思います。 協会の名前のごとくあの、私どもの会員の企業様は、バイオテクノロジーをベースとしたあ技術のもとに、えー、事業を展開さ,せされている企業の方があ参加されております。えー、製薬、化学、食品、えー、それから化粧品、まあ、バイオテクノロジーの多い範囲、非常に広いものですので、えーかあの <coughs>、会員企業の業種も非常に広くうございます。 また、私どもの大きな仕事といたしましては、大学の先生方のいろいろなご研究を、企業メンバーにです、ね、ご紹介するというのが大きな仕事になっております。そこで私どものいろいろな講演会、まあ、年間125回、まあ、月に2、3回やってるわけでございますけれども、その中に大学発セミナーというのがございます。 えー、本日は京都大学様が、ですね今、非常に重要な国家的な課題になっております、放射性物質の除去についてのニーズ紹介をするというお話を伺いまして、私どももそのご支援をさせていただくということで、主催者の一人に一つに名前をそらえたわけでございます。 私ども、今後とも非常にバイオテクロジーが中心ではございますけれども、それぞれ時期を見た科学技術をいかに日本の中で産業に結びつけていくかという視点で、こういう講演会をはじめ、いろいろな活動を続けてまいりたいと考えております。まず、 本日、これだけたくさんの方がお集まりいただけたのは、非常に嬉しく思っておりますとともに、ぜひ活発なご議論をいただければというふうに考えておりますよろししくお願い申上げます。